Check this. もんか、ユージよ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さん、ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さん。膝をつけ、首を差し出せ。標準せよ。よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。Thank you.
ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか。それに肌触りがなんだか。もしかして。コマンド、ログアウト。ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえ、ウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何より、ここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものと大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。この音は。今のは何だ。この感じどうしてだろう。懐かしさに胸の奥がうずく。俺にはあんな子供時代はなかったはずなのに。これは記憶。あの音を追っていけば何かわかるだろうか。音が聞こえなくなった。誰？え？君は誰？どこから来たの？キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージを。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。森の南から来たってことは。いや、そう。それが、俺も、覚えていない。驚いたな。ベクタの迷子か。ある日突然いなくなったり、森や野原に闇の神ベクタが
いたずらで人間をさ…へえ、それで…この森は深いからね。いや、六…ごめん、土地の言い回しが出ちゃったみたいだ。テストプレイヤーか N… さっきの反応からすると、言葉を選ばないとな。僕の村はこのすぐ北だ。でも地上を話せば教会のシスター。それじゃあ俺は村に行ってみるよ。ちょっと待って、村にはええし。それは助かるな。でもすっし、これから仕事が終わるまで待ってくれれば。分かった。いいんだよ。じゃあキリト、キリト君だってお腹空いてるん。いや、でも…いいんだ、あげておいて。それと…そう？じゃあ僕も…いや、長持ちするしか取りえ…キリト、まさか…ステイシオの窓…やはりここは仮想世界で…天命という数値は…じゃあ…ずっと昔はね、昼…その人はどうして…幼馴染だったんだ。同い年の女…天職を与えられてからも毎日お弁当を持ってきてくれて。でも6年前、僕が11の夏に村に聖号騎士がやってきて、王都に連れて行かれちゃったんだ。聖号騎士、王都、ある種の秩序維持者とはこの世界の都のことだろうか。僕のせいなんだ。安息日に2人で北の洞窟を探検しに出かけて、帰り道を間違えて果ての山脈を向こう側に抜けちゃったんだ。知ってるだろ、禁忌目録には闇の国には決して足を踏み入れることならずって書いてある。僕は洞窟から出なかったんだけど、彼女はつまずいて外の地面に手のひらをついてしまったんだ。でもたったそれだけのことで聖号騎士が村にやってきて、みんなの前で彼女を鎖で縛り上げた。助けようとしたんだ、騎士に斧で打ちかかろうと。でも手も足も動かなかった。僕は黙って見ていただけで。そのせいアリスは。アリス、なん、それに彼はた探しに行ってみたら、あのね、きここから南の端。それに天職を放り出す禁忌目録だが、幼馴染の。そういえばユージを。僕のはこれさ。これでこの木の名前は神聖語で木、そう呼ばれる理由はこの木が周り村の人々は森を開いて麦畑。そこで友情がギガ、うん、木な、七つ。そうだよ、悪魔の木と呼ばれているだけ。普通の鉄の斧じゃ一発で刃こぼれしちゃう。とはいえこ、そうだ、いいも23万2000。これがギガスシダーの店名なのか。ああ、木を刻むたびに店名は減っていく。でもよ、つまり、うん、だから僕が毎日斧を振るっても。うえ、だから言う。仕方ないよ、相手はただギガスシダー。つまり日本語以外英語やその他の言語。それじゃ僕、あのさユージは。え、ほらパンも半分。もう天職。それじゃあお願いしようかな。やってみなきゃ。わ、これで終わりだよ。午前と合わせてキリトも筋がいいよ。最後の方は。いや、でも友情が。気にしないで、この木はさ。
それじゃ。ああ、ねえ、それじゃ。そういえば、なんで。主に獣とかだよ。あとは当然。闇の軍勢から。闇の、ほら、見え、あれが果ての山脈。あの向こうに闇の国にはゴブリンやオークミ、もちろん山脈を守る聖号騎士が侵入。というかキリトは、なんとなく。そっか、それじゃ。さあ、キリト。ユージオ。セルカ。セルカ。彼女は教会に住み込みで神聖術。その人は？彼の名前はキリト。ベク。ベクタの迷子。セルカ。アリスも教会で神聖術。シスターアザリアや村人たちはベクタの迷子であることを伝えると、そしてユージオやセルカ、この村には全員がユージオと同じくリアルな感じだが、そんなことはあり、彼らは人間でもなく NPC でもない。王と、この世界の王とを目指し、現実世界と連、ユージオはまだ、そういえばこの世界でまだ時計。おはよう、キリト。おはよう、ユージオ。いや、そうだよ。ソルスの光のもとにっていう賛美歌を。なるほどな。つまりこの世界には時計は存在し。それなら子供の頃に絵本で読んだよ。ずっと昔、王都の真ん中には、でも人々がそればっかり見て仕事をおろそかにしたから、以来、いつ鳴るかわからない鐘だけが。本当にキリトは誰も鳴らしていないよ。あれはこの村にたった一つある。ああ、でも今は人気はあれ一つってわけじゃん。そうだキリト、今天職はいいのか。俺は、え、今日はそうなのか。あ、ならわざわざ合流する。いや、特にないから気に。あ、悪い。いいんだ。それでね、キリト。あ、そりゃ助かる。
いい？あのね、あのね、今の、はい、うん、どうしたんだ、獣。ああ、村の周囲を見回っ、最近は獣の被害なんてなかったから完全に言う。とりあえずあんたは治療してもらってくれ。村のけ、ああ悪い。傷もそこまで深くないし。それでこの後はどう。さっきも言ったように英氏の代わり、あとは近くに凶暴な獣がいる。討伐隊を結成するんですね。だがまずは数やどんな獣なの。もちろん勇者もだろ。はい、もしかしてさてた。ユージを戦うために剣を握る。キリト、わからないけど、それに頼まれた仕事はあくまでも偵察だろ。剣、そうだね。戦いに、獣に襲われた兵士、しばらく安静にすべきだが命に別状はない。そのことなんですが、兵士は確か村の北側だと。わかりました。
ト。行くぞ。うん。無事に帰って…キリト。ああ、一つ聞いてもいいか。なんだい。神聖…村の人たちは知らないだろうけど、行為の神…天命…例えば人の天命は赤ん坊から子供、だいたい25歳くらいで最大になる。その後はこの年齢ごとの最大値を増やす方法が存在することが教会の古い本に書いてあったとアリスから聞いた。でもまあどっちにしろ、一度ステイシアの身元に召されたら、今ここで俺が死んでも教会はどこか死ねば、おそらく月そうなるとやはり王都に向かい。遊女、この村には龍骨の斧はない。ほら、朝に神器の話をしたろ。ああそうだった。それじゃあ剣を取ってくるから先に。たどり着くには勇者の協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。勇者を彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい大丈夫か。大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。見てくれキリト、青バラの剣だ。
この剣は何なんだ。ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。遊女はこの剣をどこで手に入れたんだ。6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。ドラ…いや、竜は死んでいたんだな。うん、骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか。一体誰が。わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか。一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい。なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ。ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今分かっているのは、この青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。友情、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを。禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか。いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろ。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。わかった、慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。ああ悪いな。それじゃちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス、何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステーシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID と、こっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45。オブジェクト、オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。
お待たせ、キリト。さ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって、少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト。なあ、セルカ。私？ええ。その。今はだろ。ユージ。ユージ。アリスもこの教会で神聖術の勉強。そう。村の人はお父様もまるで最初からアリス姉様なんて忘れるどころか、それこそ天職さえなければ。そうなの。じゃあユージオが笑わ。ユージオが。ええ、姉様が村にいた頃のユージ。確かに。ユージオの物腰、彼がセルカや他の村人、やはりユージオの魂は単なるプログラムではあり、彼は俺と同じ本物の意識、魂。ねえ、何を考え。いや、ユージオはきっと君の言う通り。そう。セルカはユージオのことが好きなんだ。な、そんな。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も。だから私、家を出て教会に入ったの。なのにシスターアザリアでさえ私に教え。ユージオはそんな人じゃないけど、私の。でもそんなの、私はね。いや、あ、その。うん、なんだか少しだけ楽に。へえ、すごいな、セルカ。俺、キリト。いや、そうじゃないんだが、ともかく自分は自分なんだ。だからセルカも。そうね、私じ。あら、もうこんな時間。いや、そう。なんだ。キリトは聖豪騎士様がどうしてね。私は知らないのよ、お父さんだ。そう。大丈夫か。ええ、平気よ。せっかくの安息日なの。うん。な。キリト。なあ。セルカを見なく。セルカ。さっきまでは。教会にも村。え？シスターアザリアもセルカの言う。きっと何か。だ。俺も探してみますよ。セルカが友情なら付き合い。Empty hearts and neon lights, the play.